一発の落語家になるために吉岡亭里帆師匠に弟子入りした俺は、里帆師匠に寿限も教わっていた。チンコチンコチンコが擦り切れ違うよ、チンコじゃないよ、寿限だよ。何度言ったらわかるんだい、もう一回。肉棒肉棒肉棒をしごいてひどくなってるじゃねえかお前さん、もしかして自分のチンコにジュゲムって名前つけてるんじゃないかいと聞かれ、俺は実はそうなんです、だから里帆師匠がジュゲムを話すと僕のチンコのことを言ってるんだと思って勃起しちゃうんですと答える。すると里帆師匠は、うん、しょうがないやつだね、ならジュゲームはやめてまんじゅう怖いでもやってみるかいと聞いてくるので、お願いしますと答えるも、実は俺は自分の金玉をまんじゅうと呼んでいるので、また一つズリネタが増えたなぁとほくそ笑て白そうなしょうもないな、チンコチンコチンコが擦り切れじゃないんだよ何言ってんだおい聞こえないぞなんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか俺の方